はい。こんにちは。ダーチャルヒョです。本日はですね、先日紹介しましたこちらですね。スマートウォッチ、えっ、ー、と、LTE 通信対応です。で、カメラがね、こっちの正面とこっち側と2つついてるっていうスマートウォッチをお見せしましたけども、モバイル回線ちょっとつないで、 えー、いろいろちょっと動かしていこうかなというふうに思います。えっ、ー、と、まあ、質問もね、軽くいただいてたんで、これでちょっとやっていこうかなというところです。では早速、つないでみましょう。はい、ということでですね、えっ、ー、と、ちょっと宿泊しました。実際には、あの、ここでですね、あの、SIM を入れて、そのままつなげてっていうところの確認をしていこうと思ったんですけども、 だいぶちょっと手間取りまして、まあ、結果的に言うと今、KDDI がつながっております。はい。えー、っとね、例えばブラウザーで言うと、ここで、えー、Google でやると、こうやって普通に Google 出てきますねっていうとこ。で、例えば、えー、ニュース こうやってあ、まあ、アイドルグループが出てきちゃったけど、まあ、こうやってね、ニュースが出てくるというとこまでいきますし、あとはですね、えー、ネットワークを使うところといえば、プレイストア。はい、こういったような、ちょっとあの、PC で見たときのようなですね、画面になりますが、はいえーと、プレイストアにつなぐことができると。 いうとこです。で、例えばツールなんかで言うと、えー、こういったですね。あ、これはでもあれだな。インストールできないな。Spotify とかいけるかな。はい。こういうとこでインストールを押すという感じですね。ちょっとね、あの、 やっぱりスマートウォッチのこの画面の中でやるっていうのはだいぶやりにくいっていうところは見て取れるかな。で、えー、とこういったような形で普通に、えー、とインストールしたのがここにある例えば、えー、と速度を測るやつですね。おお、おお、Spotify これオープン。インストールできたけどちょっと待ってね、君はちょっと待っててくれ。 例えばこういうふうに通信速度を測るやつできますよというところですまあこの速度がねなかなか今出てないですけども KDDI なんてこんなもんさっていうところですかね <laughs> はいこんなような形でできますしあっ Spotify ね完了したでできましたね あと YouTube なんかもインストールしてみましたやっぱね SOC が若干あの非力な部分ももちろんあるんですがそういったところでちょっと苦手にはなってるかなで例えば俺の動画なんかを こうういったような形で出てきます。音がここから出てくるんですけどだいぶ音割れはしてますね。実際問題、えっと、こいつで、えーまあ、こうやってメディアを再生することっていうのはほぼないと思いますしまあしたとしてもね音楽も含めてやったとしても、まあ、イヤホンとつなげておく Bluetooth でイヤホンとつなげながらっていうところがまあ普通にやることかなというふうには思います。あの決してててここで出てくる音っていうのは悪い 良くない悪いむしろ悪いですで全画面表示っていうのも一応横画面でできるというところになってますねただあの見てわかる通りインターフェースで隠れてるボタンが出てきちゃってるのでその例えばそのここで今隠れてるものとしては動画の解像度だったりとかねそういったところは隠れてるでしょ だからそういったところで操作しづらいっていうのはめちゃんこあるまあもともとそうやって操作するものじゃないっていうところなんだけどもあのこのスマートウォッチに最適化が全くされてないのですごくこう使うものっていうのを選ぶなっていうところですかね、まあ、こうやってスポティファイも今入れられましたけどもこのようにまあアプリケーションをまあ,あの自分の好きなものを 足していくことは全然できるよとというところですねで、まあ、肝心要の、えー、実際にあの通信をする上で SIM を入れて何かしたのかっていう、ね、そこら辺があの気になる方が多いかもしれないなというところで説明しますが、えー、と実際にはですねこの KDDI の SIM、えーまあ、も入れて 速攻でですね、この上の3つは自動的に入力されてました。ただし、この上の3つはですね、どれを選択しても繋がりませんでした。4G の、えーまあ、ネットワークに、ですかね、アンテナピクトが立ったりはします。で、KDDI ですっていう認識をしてます、こいつ、こいつ自身も。掴んでるんだけども、えー、通信はできないというところで、改めてしっかりと、 えー、APN をねこれはもう公開されてるやつですけども自分で入力して設定するということが必要になります。ここがね個人的にはだいぶストレスがたまってなんせここに全部文字入力していかなきゃいけないわけですよこれを。ね。これですよ。<laughs> このキーボードでやっていくんですよ。 だここはね、だいぶ厳しいなっていうふうに、個人的には思って。なので、本当は、この動画で、えっと、こう、順々にやっていって、あ、つがるねとか、繋がんないねっていうふうにお見せしようと思ったんですけど、なかなか、あの、時間かかるなっていうところと、本当手元で確認しながらできない、じゃないとできないんで、 あのこのカメラ越しだとちょっと俺の操作がままならないなっていうことで一気に設定してお見せしているというところです。はい。でもう一つあの皆さんが気になるところとしては楽天アンリミットは使えたのかどうかっていうところだと思います。これがあの一応テストした慣れの果てなんですけどこれがあの俺の楽天アンリミットの SIM です。ねこれが楽天アンリミットの SIM です。ただし えと結果を先に言っちゃうと繋がらなかったというのが、えー、結果です、はいえー。先ほどもお見せしたようにここのアアンテナピクトト自体はは楽天アンリミットでも反応ししましただいぶ反応悪かったけどね KDDI みたいにすぐにパーンって立つっていうことはなくて「楽天」っていう風には出てたけども 4G に繋がったり。 またたそのすすぐ消えちゃったりっりていうすごいうご不安定な感じにななったんですよなのであの全くつながらなかったした多分これね時間かけたりとかいろいろ試してつながるようになったとしてもすごい不安定だろうなというふうに思いました。でこいつの,あの対応している周波数帯っていうのがあの不明です <laughs>。 現状 KDDI つながってるけどだから主要キャリアはできると思いますよあの要はバンド1とかそういうところでつながると思うんですけどあのよくご存知だと思うんですけどえー、っとこの電話のダイヤルの方から、えー、っと対応周波数の確認っていうのがそれぞれのアンドロイドデバイスでできるじゃないですかコマンドを打つことによってそれがなぜかこいつはね打っても そのメニューが出てこない。<laughs> なんでか知んないけど。なので、ちょっと確認できないですよね。だから現状でどのバンドを掴んでるかっていうのはアプリによってね、それを表示するものができるんで、それはあの使えば、あ、今これはどのバンド掴んでるのねっていうのはわかるんだけども、すべてね、この端末自体がすべてでどこからどこまで対応してるのかっていうのは現状俺の中で、あの、試すのが、 ちょっとめんどくさすぎてやってないっていうところです。そのコマンドを打つ以外でなんかあるかなっていうところなんですけど、うん、まあ結果的に KD d i がつながったからいいかっていうふうに思っちゃってる俺がいますね。だいぶここまで長いこう設定時間の時間をですね、使ったというか、用したというか <laughs> なので。で、ただ個人的には、 楽天こそ本当はつながってほしいなっていうふうに思いましたね。現状その格安系で、で、対してこのデバイスですから、通信をしたとしても別にそんな速度必要ないわけですよ。まあ、あの、テストというかね、お見せするというところでブラウジングだったりとか YouTube っていうのをお見せしましたけども、普通に考えたらこのデバイスでそんなことはしないわけで、あの、ただそれでもつながってた方が便利にはなると。 ね、LT 通信ができてた方がそれぞれで便利にはなりますよね。例えば音楽をこれで聴いているとかもそうだしあとは軽いノーティフィケーションっていうのも一時そのスマートフォンと連携を取ってなくてもこっちにも来るっていうところですからそういったところでは LT 通信ができてることっていうのは便利なんだと思いますよ。ただしスマートフォンほど 通信速度は必要がないのでそういうところでこういう格安系でであとはその上限がねついていても1メガとか、まあ、あとはその他の、まあ、MVNO でもそれよりもうちょっと上の通信速度が最低速度として出るものとして用意されているものをこいつに入れとくっていうのは結構ありなんだと思いますとていう意味ではちょっと楽天が使えなかったのは個人的には残念かなというところですかねはい ということで、ちょっと本当軽くになりましたけども、えー、まあこのスマートウォッチによってね、モバイル通信の、まあ、接続というのを試みたというところをお見せしました。で、あとね、大事なこともう一点ですけども、こうやって俺が検証している間に触ってる感覚としては、動作に関してはほぼほぼストレスフリーです。まあこんなもんだろうなっていう俺のね、あの、ちょっとおおらかな 優しさもあってそういうふうに感じている部分もあるかもしれないですけど、それぞれの動作、反応に関してはそんなにストレスが溜まることはないかなというところ。ただし、熱を持つというところがちょっと難点だなっていうふうには思いました。うん。こいつ自体がね、結構熱いです。 なので、腕にくっつけとくっていうふうになると、今こうやって俺話してね、皆さんにお見せするためにこうやって話してやってるからあれですけど、これを手にくっつけとくってなると相当な不快感。はい。それが出てきちゃうんじゃないかなっていうところですかね。まあ、あの、実際にはこういうおもちゃ感覚というところで俺は見てるので、あ、面白いなと思って触ってますけども、まあ、まだまだね、ちょっとこう、個人的な感想ではありますけども、 実用というかね、実用的ではないかなっていうふうに、総合的な判断では、えー、そういうふうに思ってるというところです。面白いんだけど、カメラこっちにもあるし、こっちにもあるしさ、ね。で、4G も使えるし、Wi-Fi 通信ももちろんできます。ね。もちろんスマートフォンと連携できたりとか、いろんなことこれでできるから、面白いんだよ。だけど、それはもうあくまでおもちゃとしてというところで、ちょっとね、この、あこのあったかさを、 ここにくっつけとくっていうのは、俺はちょっと嫌だなっていうふうに思うところであります。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、開封とね、モバイル通信接続と,こというところで、えー、お見せいたしました。えー、ちょっと変わり種のスマートウォッチ。はい。まあ、あのー、子供とかにね、与えるのにもすごく <laughs> 喜ばれるものなんじゃないかなと思います。子供なんかは多分、これ熱くなっても気にしないしさ。 中学生、高校生ぐらいだったら多分気にしないですよ。えー、大人がつけるのにはあれですけどね。ということでね、えー、これ面白いなというふうに思った方は検討してみてもいいんじゃないでしょうか。はい。ということで、また見てな。バイバイ。